質問です子供には習慣のようにお手伝いをしてもらった方がいいのですかそれとも親が忙しい時にだけお手伝いをお願いするという方がいいのですかどっちでもいいです基本的には子供に仕事を与えるというか価値というのかなを与えた方がいいです人間は幼かろうが大人だろうが役割があって生物界もそうでしょ椅子取りに行くなりなんだとか全部役割はありますから っていう風なのがないんですよ。とにかく何でもやってあげればいいっていうのも問題やし、全部やれっていうのも問題やし、必ずみんなそれぞれ役割というものがありますから、そういうのを考えた時には、基本的には子供にも役割あった方がいいです。だから、そういう意味では、上の方が、ベターなベターなんですけども、それって大人はね、とにかくバカだから、常にバカだから、そうすると、自分の都合からそれをやらかすようになるので、 親がね、子供に対して何かをしようという,うにするときは、自分の幼少期の仮面とか、小児欲求とか、なんでもいいんだけど、そういうふうなものに基づいて自分が動いてないかっていうことをチェックする方が先ですね。基本的には子供にいろいろと手伝いというか、役割を与えるということは大事です。やっぱりその達成感というやつですね。成功体験というやつになるんですけど、っていうふうなものがあった方がいいので、 基本的には親が何でもやってあげるとかっていうよりはその方がいいんだけれどもそれもなんか程度とか自分の親の雰囲気みたいなやつが大事になると思います。